皆さんこんにちは。今回は関東地方の工業地域について、その成立過程や特徴を見てみます。関東地方の工業地域はその形成の経緯などからいくつかに区分されます。東京湾岸の東京から横浜にかけてを中心に発展した京浜工業地帯、その延長部分にあたる千葉県の京葉工業地域と北部の関東内陸工業地域です。関東内陸工業地域については、場合によっては茨城県の臨海部も合わせて北関東工業地域と区分することもありますし、全国総合開発計画の中で工業整備特別地域に指定されたことから発展した鹿島臨海工業地帯を区別することもあります。また福島県いわき市のあたりから日立市のあたりにかけての地域を常磐工業地域として区分し、北関東工業地域の範囲を臨海部を含めない形で捉えることもあります。一方、京浜工業地帯の範囲についても千葉県内の工業地域も含めて捉えることもあります。なお、ファイル071でも紹介しましたが、これらの工業地域の範囲や名称には厳格な定義が設けられているわけではありません。よって、論者がそれぞれに工業地域の範囲などを設定しますが、産業分類別の統計値を使った論述をする際には、その範囲が都道府県の境界に制約されることになります。この地図では市区町村単位で集計された統計値を使っていますが、産業分類別の値については郡部のものは公表されていない上、地区についても一口が多くあるためです。この動画ではファイル071と同様、京浜工業地帯の範囲を東京都、神奈川県、埼玉県、京葉工業地域の範囲を千葉県、北関東工業地域の範囲を茨城県、栃木県、群馬県と定め、産業部門別の製造品出荷額の構成割合を計算しますが、合わせて都県単位で計算した値も使いながら各工業地域の特徴について紹介します。明治後期以降、日本の産業革命とその後の工業化により、東京から神奈川にかけての東京湾沿岸地域を中心に京浜工業地帯が成立しました。さらに重化学工業化が進み、第一次世界大戦期の大戦契機を経て四大工業地帯の輪郭が出来上がりましたが、京浜工業地帯はその一つに位置づけられてきました。1920年の時点では東京府の出荷額の全国シェアは 14.1%、 神奈川県のそれは 5.3%、 埼玉県は 1.1%、 千葉県は 0.7%、 北関東3県では 3.8% でした。なお、北関東3県のシェアの半分は群馬県のものでした。1940年には東京府のシェアは 18.3% になり、神奈川県の 8.4% と合わせて全国の4分の1超を占めました。しかし2018年には東京都のシェアは 2.3%、 神奈川県は 5.6%、 合わせて 7.8% にまで低下し、その一方で周辺の諸県のシェアが拡大しました。特に1960年代以降の北関東3県のシェアの伸びが顕著です。続いて、各工業地域、各都県の2018年の製造品出荷額等における産業部門別の構成から、それぞれの地域の製造業の特徴について見てみます。まず、機械の構成割合は一般に先進国では高く、全国のその値は 46.2% ですが、東京都、神奈川県、栃木県、群馬県ではそれを超える水準になっています。
特に群馬県は輸送用機械の割合が 38.7% と高く、次いで神奈川県のそれが 22.6% となっています。一方、千葉県は構成が大きく異なり、価格の 44.4% と金属の 20.1% の2つの部門の割合の大きさが特徴といえます。これは製鉄所や石油化学コンビナートなど原料輸入を海運に依存する工場が東京湾岸に集積していることの表れで、神奈川県の化学や茨城県の金属の値の高さも同様の事情によると考えられます。またこのグラフでは印刷関連の産業部門の構成割合を表示しました。この部門は情報通信業との関連が深く、大都市への立地志向が強い傾向があります。印刷関連の全国の割合は 1.5% であるのに対し、東京都のそれは 9.8% で47都道府県中でも最大、埼玉県の値は 5.1% で全国2位となっています。次に産業部門別の構成の過去の変化の様子を確認しておきます。1920年のグラフです。この時点では輸送用機械の区分は設けていません。また印刷関連は他の区分に含まれます。全国的にはまだ繊維の割合が高い時期でした。その割合が特に群馬県や埼玉県で高くなっています。また茨城県や栃木県における金属の割合の高さは日立鉱山や足尾銅山から産出する銅の精錬によるものでした。なお千葉県では食料品が 79.6% を占めていますが、このうちの約 58% は醤油の製造によるものでした。次は1940年のグラフです。重化学工業化が進み、また軍需の拡大などから機械製造の割合が高くなっています。特に茨城県では1920年に日立鉱山から独立した日立製作所が工場を展開して機械類の製造を行ったことが機械の割合の大きな伸びにつながりました。次は1960年のグラフで高度経済成長期にあたります。全体的に繊維の割合は小さくなりましたが、群馬県ではまだ比較的に高い割合となっています。また千葉県では金属の割合が高くなりました。1951年に川崎製鉄千葉製鉄所が開設するなど、東京湾岸への工場立地が進みつつある時期です。1980年のグラフです。全体的に重化学工業化が進みましたが、その内容は金属や化学の素材型から機械の組み立て型へとシフトしています。繊維の割合は群馬県でも縮小しました。1972年の日中国交正常化後、安い中国産生糸に押され生産が減少しました。富岡製糸場はこの後の1987年に操業停止しました。また千葉県では金属に次いで化学の割合も大きくなりました。現在の京葉工業地域としての特徴がこの頃までに備わったといえます。2000年のグラフです。全体的に機械の割合の上昇が続いています。東京都では印刷関連の割合が 28.9% と極めて高くなっています。これは東京が持つ都市としての中心性、その情報発信機能と関連していますが、この時点では統計基準の上で新聞業や出版業が含まれているため、割合が過大評価される形になっていることに注意が必要です。ファイル072でも紹介した通り、2002年以降出版業と新聞業は情報通信業に位置づけられています。以上の産業構造の変化について踏まえながら、京浜工業地帯を中心に工業地域の形成・変容プロセスについて少し詳しく見てみましょう。2018年の工業統計表を使って、京浜工業地帯及び京葉工業地域、北関東工業地域の概要を見ると、京浜工業地帯の製造業の事業所数は約 2.8 万、
製造業の従業者数は約100万人、製造品出荷額は約40兆円です。他の工業地域についても同じように見てみると、京葉工業地域の事業所数は約5000、従業者数は約21万人、製造品出荷額は約13兆円。北関東工業地域の事業所数は約 1.4 万、従業者数は約69万人、製造品出荷額は約31兆円です。京浜工業地帯はかつては日本最大の工業地域でしたが、近年では全国に占める地位は低下傾向で、製造品出荷額の全国シェアで見ると、最大の工業地域は中京工業地帯で、京浜工業地帯は第2位となっています。この京浜工業地帯の性格について、市場、労働力、立地制約の3つの観点から考えてみます。まず、市場の面についてみると、日本最大の規模であり、1都2県だけで人口は約3000万人、関東地方全体で見ると人口は約4300万人で、全国の3分の1を超えています。その上、相対的に所得階層が高い消費者が多く居住しており、加えて官公庁や企業オフィスからの需要を受けやすい状況にあります。このような性格を反映して、伝統的な日用消費財製造業、印刷・出版などの文化的製造業、情報産業、映画・アニメーション・ゲーム産業などの立地集積が特徴となっています。続いて労働力について、人口が多い分豊富な労働力が存在しているということになります。そしてその労働力は不安定就業に基づく低賃金労働者から高学歴で研究開発を担う人材や熟練労働者まで厚い層をなしています。このような労働力が研究開発の側面を持つハイテク産業、金型生産や試作品生産などを担う高度な技術力、衣服や家具など労働集約的であり技能集約的でもあるクラフト工業などの立地を支えています。そして比較的明瞭な製造業の地域内文化が見られます。最後に立地制約についてです。近代から工業化が進んでいた京浜工業地帯では、高度経済成長の段階になると工場や人口の過密化が深刻化します。地価の高騰、工業用水の不足、地下水の汲み上げによる地盤沈下、道路の渋滞、大気汚染や水質汚濁などが起こり、産業活動や人々の暮らしに悪影響を及ぼすようになりました。そのようなことから1959年には工場等制限法を制定し、制限区域内における人口・産業の過度の集中を防ぐため、一定面積以上の工場や大学の新設・増設などを制限しました。さらに1972年には工業再配置促進法により、産業の集積地域から集積度が低い地域へ工場を移転・新設する場合に、事業者へ補助金等の支援措置が施されることになりました。このように工業施設の過度の集積や工場の更新拡張が規制され、周辺地域への工業の分散が誘導された結果、周辺地域・地方圏では工業誘致が活発化しました。新全国総合開発計画などにより整備が進みつつあった交通網が寄与し、千葉県・栃木県・群馬県などの周辺の自治体は工業団地を造成、それにより安価で広い工業用地が供給されたこと、高速道路によるトラック輸送が可能となったこと、また自治体による進出企業への優遇策や東京周辺より安価な労働力など、工場進出に有利な条件が揃いました。そしてオイルショック後の地方への工場進出の流れなどを受け、主に素材型の工業は千葉県の東京湾岸に展開したことで京葉工業地域が、そして主に組み立て型の工業は北関東の内陸地域へ展開したことで
北関東工業地域が成長しました。ところで、製造品出荷額における東京都の全国シェアが大きく低下したことはすでに紹介しました。他の工業地域が成長したことで相対的にシェアが下がったと同時に、絶対的な製造品出荷額の減少も生じました。東京都の出荷額は1990年代においては20兆円規模でした。従業者数も1990年代初頭には約80万人いましたが、2018年では約25万人です。もっとも、製造業の従業者数の減少は全国的な傾向です。事業所企業統計調査と経済センサスの結果を用いて1991年と2016年の値を比較すると、25年間の変化は全国では約 37% の減少ですが、東京都はこれを大きく上回る 61% の減少、神奈川県も 49% 減で、ほぼ半分の規模に減少したことがわかります。一方で、北関東の3県の減少率は相対的に低い水準にとどまっています。このような製造業従業者の全国規模での減少は、経済のサービス化、産業構造の第二次産業から第三次産業へのシフトとして捉えることができます。中でも東京都は第三次産業部門における新たな産業の成長が著しく、製造業部門の雇用減少がそれらに置き換わる形になっています。この2つのグラフは統計基準の変更のために比較しにくくなっていますが、この間、特に IT 産業に関連する情報通信業の割合が高くなっているのが明らかで、この成長は全国と比較しても東京では顕著であったとわかります。なお、東京では臨海部の工場が移転した跡地が1980年代以降にウォーターフロント開発の対象になり、新たな業務空間へと変貌を遂げたことも、産業立地と地域の変化を語る上で注目すべきポイントです。この動画はこれにて終了します。それでは